箱落ち 10V の三角波の実行値は三角波の波高率ルート3で波高値を割ることによって実行値が求めることができます。それでは真の実行値タイプのデジタルテスターで測ってみたいと思います。 5.778V と出ました。ほぼ理論上の値が表示されています。次に平均値、整流実行値、構成方式のテスターで測ってみたいと思います。 5.53V と表示されました。理論値とはズレが生じています。ズレが生じた理由は平均値、整流実行値、構成方式で測定した場合、平均値 4.9987V に制限波の波形率である 1.1107 をかけたことにより 5.552V と表示されてしまいました。本当は理論値 5.7735V表示されなければならないのですが、約 0.2V 低い電圧が出てしまいました。原因は制限波の波形率である 1.1107 をかけてしまったことが原因です。